船の上で野垂れ死に寸前のゆうすけです。今日石垣島に来ました。でなんかちっちゃいボートに乗らないといけないんですね、そのクルーズシップから。で時間が来る まだ時間来てないのにこうやって人がね待っております。22なんですけど、21の段階でも行き始めてよい、船出始めていいってことでね、はい、ああやってますよ、はい、なんか昨日はここ通らなかったんですけどね、なんか舞台裏を見てるような感じですね。なんかね、日籍天友日本动物许可证的护照复印件，使用完报时餐厅一侧的楼梯或电梯前往二层楼梯间，届时我们会有员工对您进行指引。この小さいボートのことテンダーって言うみたいですね。立ちつてとのテンダー。ぐらぐら揺れてます。なんかコスタですね。私たちヨーロッパの船コスタですね。これね、私たちイタリアンのまだ乗ったことはないですけどね。石垣島で着きました。石垣具志堅用高の銅像なんか金像なんだか。あるはずですね、この辺ね。あれ？あ、あったあった、あそこにある。あるよ、ちょっと具志堅用高の銅像があったあった、これですよ、これ。やったあったあった、これですよ、これ。具志堅用高さんの、ね、はい、いや嬉しいですね。有名なのおばあの、おばあの役で有名だった人、女優さんの同じ名前ですね。ちょっとね、時間があるかな。竹島へ参ります。4番、はい。主人公 の仲間ゆきえが島流しにされた場所ですよね、はい。竹富、はい、入表ってこういう字書くんですね。これ西って書いて入表石垣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 動物とか触らない方がいいですよね。やっぱ何かあると困ってるってことですね。はあ、町に来ましたね。これが石垣ですよね。まあ今ここ竹富島なんですけども、はい。昔の電話がある。で民宿泊まらせてくれるのかな。ああ昔の郵便ポストがあるかな。
いや、公務員試験の郵便局局員になる試験難しいだろうな。お茶屋さんとかね、あの名古屋の塔。はい、はい、That's Midos君。ここ小学校と中学校あるから、ダニエルがここに越してきても大丈夫ですね。こういうのがね、生えてきてますね。ここですよ、やっと着いた。竹富小学校中学校の隣でしたね。で、郵便局の近くでもありましたね。あー、着いた着いた。ここにね、水牛の、私が持ってるあの櫛は、私の持ってるこの櫛はこれ上海で買ったんですけど、これ水牛の角だって言ってましたね。なんかこっちを見てる、犬、ワンちゃん、初めて見る犬はなんかあんまりじーっと目を見つめない方がいいとかって言ってましたね。まあでも犬だと、本当もうこの中入って触りたいと思いますけどね。もう触りませんよ、我慢します。水着のままで、あれ濡れ、固くこれ濡れた服の方は、水着のままでダメ、ちゃんと洋服着ろって言ってましたね。これヨーロッパ人に対する嫌味ですかね。アメリカなんかだとちゃんと肌を隠すんですよね、アメリカ人ってね。ビーチタオルがあったら、これがアメリカのビーチタオルですね、これね。はい、なぜかここにね、ダビデ のダビデの帽子ですね。はい、小さいタオルね、大きいタオルがあったら私は、これね、沖縄のなんかこの黄色いのがなんか太陽ですか、テイダー、海も来させますね。だけど物が増えたらいかんっていうね。黒砂糖紅茶、美味しそうだな。これ食べるものだったらね、買えたら。黒蝶がスーパー、竹島、あれ竹富島は、
石垣島に買い出しに行くって言ってましたね。遠くに私たちの船が見えます。いやみんな、うん、ごめん、どうぞ。くしきりよ、朝の朝天ぷらです。今度行きたいですね。今度これさっき食べたのが、私が食べたのがこのチンスコアイスクリームです。このアイスキャンデー、あ、この島のこの手作りアイスキャンデーね、はい、あ、で、はい、で、お新聞、八重山沖縄タイムズ、琉球新聞。最後にもう一度、はい、具志堅用高大先生の写真ですね、はい、1955、すごい有名な方ですよね。さっきのレストラン、この具志堅用高氏の、ゆかりのレストランだったかもしれないですね、はい、いやすごいです、みんなに写真撮ってますよ。